皆さんこんにちは、証券ママです。今日はエビマカロニグラタンを作ります。とっても簡単な方法なので、最後までご覧になってぜひ作ってみてくださいね。はい、まずね、今日はね、こういったね、冷凍のむきエビを使います。これ 100g あります。これをですね、まず溶かしておきますね。ちょっとこうやってザルにあげて、カチカチなので、とか先に溶かしておきます。エビが溶けたので、これね、ちょっとこう、もしこう気になるようでしたら、冷凍のちっちゃいエビなのでそんなに背わたはないんですが、気になるようでしたらね、こうやって竹串でちょっとこう取ってください。そしてね、ちょっと冷凍のエビなどで臭みがね、気になるようでしたら、お酒を大さじ1ほどかけてちょっと揉んで置いておきます。はい、そしたらね、肝心のマカロニというか、今日はペンネなんですが、2人分で今日 80g 用意しました。これをね、沸いたお湯にお塩を、そうですね、小さじ2ぐらいでしょうかね、入れて、これは今日3分茹でです。時間通り茹でます。はい、それではこれを3分茹でていきますね。普通ね、マカロニサラダの時には1分ほど表示時間より長めに茹でるんですけれども、今日はグラタンなので、また後で火を通すので時間通り3分で大丈夫です。それからね、玉ねぎ2分の1個分ですね、これを薄切りにします。じゃあこれは切って用意しておきます。それではね、このペンネが茹だったので、これをザルにあげておきました。それからエビもね、お酒をちょっと、お酒で臭みを取ったエビをよくこれペーパーで拭いておきました。それからバターを 20g 用意してください。それでは炒めていきますね。はい、まずフライパンにですね、バター 20g を入れます。はい、そして溶かしますね。そしたら玉ねぎ2分の1個分の薄切りを入れます。そしてしんなりするまで炒めます。ちょっとくっついてるところがありましたね。はい、このようにちょっとね、玉ねぎが透き通ってきたら、エビを入れます。エビはね、炒めすぎちゃうと硬くなっちゃうのでね、さっとです。まだ今からトースターで焼くのでね、エビがちょっと色が赤くなったら、もうちょっと火を止めますね。これはちっちゃいエビなのでね、短時間でいいと思います。もう少し大きいエビでやるときには、もうちょっと炒めてくださいね。はい、じゃあ一度ここで火を止めます。はい、必ず火を止めて、ここで薄力粉を大さじ3入れます。そしたら火をつけないで、ここでよく混ぜます。よくね、この具材にね、薄力粉をこの絡ませてください。これがね、ホワイトソースになるので。はい、こんな感じに絡んだら、ここに牛乳を 300cc 入れます。一気に入れちゃいます。そして火をつけます。そしてね、少しこうとろみがつくまで火を入れます。はい、こんな感じにだいぶとろみがついてきました。そしたらね、ここでね、もうちょっとかな、はい、このぐらいとろみがついてきたら、先ほど茹でたマカロニっていうかペンネをね、ここに入れます。そして混ぜます。そしてお味付けをしますね。コンソメ顆粒を小さじ2入れます。
混ぜますね。これでね、だいたい塩味の方はこれでついてしまうので、今日はお塩は入れません。味を見てね、もし薄いようでしたら入れてください。あとはこれに胡椒を少々します。はい、はい、混ぜます。はい、もうこれで火は止めてください。ちょっともうひと煮立ちしてきたので、そしたらね、グラタン皿に先ほどのね具材を入れてきます。今日2人分です。そしたらですね、このエビをね、ちょっとエビ感を出したいので、ちょっとエビをいくつかねここから取っておきます。はい、エビを少し取り分けておきました。そしたらこれにね、とろけるチーズをお好きなだけかけていきます。そしたらね、先ほど取り分けておいたエビをね、この上にちょっとなんだかわからなくなっちゃうので、エビを乗せます。こんな感じでオーブンでもいいんですが、トースターの方が早いので、中はもう全部火が通っているので、今日はトースターで5分から6分焼いていきたいと思います。それではトースターに入れます。はい、焼けました。トースターで6分焼きました。そしたらね、ちょっとねドライパセリをねかけます。ちょっとお化粧しますね。はい、これでエビのマカロニグラタンの出来上がりです。こんな感じに美味しそうにできました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。このやり方だとホワイトソースも簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しいですよ。それでは皆様、お元気でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。